御堂筋パレード2006年に出演した、史上なわて学園高校吹奏楽部御堂筋パレードは、毎年10月の第2日曜日に、大阪のメインストリート、御堂筋で開かれていたイベント。主催は、財団法人大阪21世紀協会。1983年に、大阪城、築城400年祭りと、大阪21世紀計画のプロジェクト立ち上げを、 記念して開催されたのが始まり、公安車は堺井谷大地。北区中野島、大阪市役所前をスタートし、中央区南波の高島山へまでの御堂筋3 3トルを舞台に、大阪府、大阪市やそれらとの姉妹都市提携を結ぶ海外の都市の代表、並びに大阪府内にオフィスを構える大手企業や、 大阪府内の学生などが協賛したフロートによるパレードやパフォーマンスを展開、大阪の秋を彩る一大祭典として定着していた。パレードの模様は長年大阪地区の各テレビ局でのリレー中継と NHK 大阪放送局でもされていたが末期はスタート時間が午後になったことから民放での中継は MBS と b a b c の3社のみとなった。 2006年は約93団体1万人が参加し、122万9千人の観客が集まった。パレード前日祭りとして、大木町公園でストリートパフォーマンスを繰り広げるイベントが開かれていた。2008年、大阪府知事、橋本徹が打ち出した大阪府財政再建プロジェクトで開催に必要な資金調達が困難になったため、2007年をもっての 終了が関係者間で協議された。その結果、廃止が決定。2008年から代替イベントである御堂筋割烹、梅田新道から本庁間で開催することが決定した。1959年の南海ホークス、2003年2005年の阪神タイガースの優勝祝賀パレードのことも御堂筋パレードと紹介される場合がある。 2008年4月24日、毎日新聞大阪本社番友館。ありがとうございます。